私が先頭ですね。来たか。ってことは、出向いた大魔師たちはみんな帰り討ちに遭っちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。で、どんな刀を打ったんだ。まあ、やってみりゃわかるな。僕たちがあの大魔師たちと戦う。拓郎はしぐれに勝ってね。頼む。よっしゃ、突破始めるか。やるね。簡単に終わっちゃつまらねえ。手段は選ばなくていいぜ。やめるな。伸びろ伸びろ、攻略転職。ほう、なかなかいい刀じゃねえか。お前を斬る刀だ。よく拝んどけ。その気合い最後まで持たせろよ。縁が超クリック。なかなかやるじゃねえか。横田鎧剣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 越したことはないね。レッキー先輩、やめてくれ。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 襲撃一刀。この距離なら外しません。ゼロの肩を吐く。剣に届け。とレッキー第三。一剣やめてくれ。ところでレッキー先輩、避ける必要はねえ。どこにいても同じだ。やるかという表し。敵ベルベット、助かる。実験裏抜け力。レイジンライサー。レイジンライサー。やるね。支援連客。Thank you.
力縁が困る天に届く何てことレッキー最高ミスレッキー通じてるか必ず絶対痛みはなくていたことはないよ悟ったレッキー縁が超有力レッキー呪いそこだクライスなかなかやるじゃねえか呪いつむじごはレッキー避ける必要はねえどこにいても同じだランガクルー表しミジュッククラゲだ次こそ必ず呪い効果的そこだくらい天に届けそこだよレイコンだなかなかやりやがるなだがよくわっお前の腕は悪くはねえよだがせっかくゴーマになったってのにただ出来のいい乱月流じゃねえかそれじゃあ当主の俺に勝てるはずねえだろなら見せてやるよ俺の剣をなモルタイ今のは良かったぜ片手を捨てて首を狙うとはな気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜそれでいいんだよそれでよし今日はここまでだいいかてめらもっとすげえ刀を打ってもっと腕を磨いて俺を切りに来い切ってやるさ何百回負けようが何百年かかろうがなうんいい悪い顔になったなええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない？あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人、強かったね。ああ、奴は、奴らは強い。けど必要なら倒す。どんな手を使ってでも。バンエルティア号が来たぞ。行きましょう。俺も連れてってくれ。俺は必ず真剣を超える刀を打ってみせる。だが、ゴーランに勝つには、その刀を振る神業を超える剣士が必要だ。アイゼン、船にこの鎧を乗せる場所はあるか？なければ誰かに着せろ。そいつはいい。頼むぜ、黒金。任せろ。ではでは、グリモワールを見つけて古文書解読じゃ。ボウ、進路は分かっておるな。うん。サウスガンド領、南洋諸島、イズルト。ベルベットのゴーマ種、あの謎だらけの武器はいずれは清涼にあだなすものとなるはず。ここは冷静に分析しておく必要がありますね。突然変形して何でも食らうあの破壊力、手で食らうという感覚はどのようなものなのか。あのゴーマ種は包帯を食らわないのか、あるいは包帯に特殊な術がかけられているのか。
同様にあの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せばあの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎて、まるで男物。もしかするとあれはベルベットにとって大切な人との思い出の。なら服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ針の通りにくそうな素材でしたから、かなり骨の折れる作業になりそうですが、敵が強いほど私は燃えるタイプなどと言うとアルトリウス様には叱られてしまうでしょうが。誰に叱られるって？あ、は、はい、そのお裁縫を、あなたのその服が破れているので縫いましょうかなんて言ったら叱られますよね。え、私の服？あんたそんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが手先は器用なんです。そうなんだ。なら必要な時はあんたにお願いするわ。任せてください。あんたどうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたは人間なんだから自分で調整しなさいよ。あと汗かきっぱなしだと風邪ひくし気持ち悪いだろうから、そういう時は言いなさい。水浴びなりお風呂なり遠慮しないで今まで通りやった方がいいわよ。男連中はそういうのに気づかないから。あ、はい。案外普通なのですね。服装のことは触れずに置くのが良さそうですね。同じ女子同士。成果を確認してくれ。探索船バッ、行くわよ。次、次、支援連客、次。やれやれ、行くわよ。効果剣、そこ効果剣、ハゲスバル邪魔よ、ガンザン滅界剣。やれやれ。私無事だったんだな。刀斬りはどうなったんだ？その件ならもう型はついたぜ。あなたはこちらで何を？あんたにいろいろ言われて目が覚めてな、山賊から足を洗ったんだ。ありがとうよ。分かっていただけて私も嬉しいです。それでこれからは何をなさるおつもりですか？王都に行って山賊料理の店でも始めようかと思ってるんだ。山賊料理？おい、山賊やってると金以外に食い物もいろいろ手に入る。それを組み合わせて創作料理を作るんだよ。キノコばっかりのヌスッとタケタケシー丼とかさ、山賊風闇鍋の歩けば山賊に当たる鍋とか。ちょっと不謹慎な気もしますが、お店ができたら私も食べに行きたいです。そっか、嬉しいな。俺も魔人間になって姉ちゃんに見合う男になるぜ。頑張ってください。あんたあいつの話ちゃんと聞いてた？はい、もちろんです。こんな嬉しいこともあるんですね。
おお、そこのお兄さん、立派な太刀を持ってるな。あんた、刀のことがわかるのか。刀鍛冶だよ。修行を始めて20年、ようやくまともなのが打てるようになった駆け出しだがね。20年もやってるのに駆け出しなの？そういう世界なんだよ。鍛冶職人の集まるこの島では特にな。鉱物の取れる量が減った上、ゴーマに通じないと知って刀を作る職人も減ったと聞いたが、また増えてるのか？ああ。普通の人間が使っても無駄だが、タイマシが使えば話は別だ。もともと王国御用達だったカドニクスの剣や武器は、清涼にも認められて、盛り返しつつあるんだよ。ここの職人にとって、清涼は生活を守ってくれる、本当にありがたい存在なんだよ。何か用か？別に。そうか。なんで二刀じゃないの？特訓？いや、普通の修行さ。素振り1万回ってのがガキの頃からの日課なんだ。しぐれに一本でも打ち込みたくて、素振りしまくってるうちに1万回振るようになってた。すごいわね。すごくはない。しぐれと切り合えばあのざまだ。だから素振りを10万回に増やそうと思ってな。10万回って何時間かかると思ってるわけ？知らん。無理よ。多分1秒に1回振っても1日じゃ終わらないわよ。そうか。なら1秒に10回振ればいけるな。あんたね。まあ10万回振ろうが、それだけじゃしぐれに及ばないって分かってるんだがな。太刀でも二刀小太刀でも意味がないと分かっててやるっていうの？ゴーマにしたって矛盾しすぎでしょ。勝てない相手に勝とうって言うんだ。元から矛盾してるのさ。だから矛盾を承知で矛盾を超えてみせるしかない。矛盾を超える。とはいえ、夜更かししつつ眠気をなくす矛盾はなかなか超えられんがな。ならとっとと寝なさい。寝不足でしくじっても助けないわよ。そうしよう。
ミッドガンドにいたはずの副長たちがまさかアイルガンドで待ってるとは。副長はよく信じられないことをしますし、いい加減慣れてるつもりでしたけど、今回は驚きましたよ。副長たちは聖霊に殺されたかもしれないって情報も警視庁から聞いてましたし。今回は生きていたが、いつそうなるかはわからん。俺がいなくなった時の予行演習だと思えばいい。はい。それより大魔師の女なんか連れてきて大丈夫なんですか？目は光らせている。こっちが不利になるようなヘマはしない。まあ俺らも気をつけるようにします。なんだか海賊っていうよりサーカスみたいになってきたな。ベンウィックはゴーマとか平気なの？関係ねえよ。バンエルティアに乗ったからにはみんな海賊、それが俺たちの流儀さ。なんて船長や副長の受け売りだけどな。船長、アイフリードってどんな人？そうだな、一言で言うとこの海みたいなアゴヒゲ男かな。海みたいなアゴヒゲ。俺たちはみんな世の中から弾き出されたやつばかりだ。そんな俺たちをすねの傷ひっくるめて全部受け入れてくれたのがアイフリード船長なんだ。優しいってこと？海って優しいだけか？傷があるときに飛び込んだらどうなる？しみるし、痛い。だろ？それに穏やかな日もあれば荒れる日もある。浅いところ、深いところ、渦巻きだってある。怖くて、不思議。そう、厳しいけど、不思議で果てしない。だから命を張ってでも飛び込みたいって思う。大海賊バン・アイフリードはそういうでっけえ人なのさ。ベルベットみたいな人かな。なんでそうなるんだよ。俺か？俺の説明が悪いのか？ベンウィック、進路変更だ。レニード港へ向かう。副長、急にどうしたんですか？海賊病だ。下で3人倒れた。最初の兆候は3日前。お前はどうだ？俺はまだ大丈夫けど、3日目ってことはこの船全員もらってますよね？おそらくな。しかしレニード港に行けば治療薬が手に入るはずだ。すぐにみんなの状況を確認します。全員水分を多めに取らせろ。自分の分も忘れるなよ。了解。全員緊急態勢。死ぬかもしれないってのに肝の据わった連中だな。死ぬ？海賊病って死病なの？原因不明の高熱を発し、最後には砂のごとく崩れて死ぬという奇病じゃ。人が砂に？かつて視界を制した大海賊団の船で流行し、一味が全滅したことから海賊病と呼ばれるようになったとか。そんな病に私たちも感染した？人間はな。海賊病にかかるのは人間だけなんじゃよ。じゃあマギルーモでしょ？そうじゃった。わしの人生もここまでのようじゃ。器に死なれちゃ困るわ。発症したらすぐに言いなさい。さて俺たちも助っ人に行くぞ。
エレノア以外はみんな働けよ。え、エレノア以外とはひどいではないか。わしだって感染してるかもしれんのに。あんたは魔女でしょ。黙って働きなさい。やれやれ、これも死神の呪いか。魔女にまで迷惑かけるとはけしからんの。死神の呪い。さて、薬屋はどこだ？確か海賊病には特効薬があるんだよな。サレトーマという野草の花だ。その絞り汁を飲めば海賊病は治る。今回は大事にならずに済みそうだな。安心するのは薬草を手に入れてからよ。ああ、行くぞ。待ってください。感染しているものが町に出たら海賊病が広まってしまいます。案ずるには及ばん。不思議なことに海賊病は海の上でしかうつらんのじゃ。空気中の塩分濃度が関係しとるとも、海水に潜む微生物のせいとも言われておる。真相は分からんが、陸で海賊病が広まった例はない。そうですか。本当に奇病ですね。すぐに戻る。お前たちは船で待ってろ。お願いします副長。急ぐぞ。でも、サレトーマ、あれを飲まないといけないのか。エレノア？いえ、高熱の病気によく効く薬草なのですが、この世のものとは思えないほどまずいの。コーマも泣くっていうくらい。でも、薬だから死ぬより嫌？あ、泣き言ではありませんよ。子供の頃のことを思い出しただけです。地図、ちょっと埋まってきた。まだまだだ。世界は広いぞ。うん、まだまだだね。それにしても海にもいろいろあるんだな。異界とはよく言ったもんだ。ほんと、季節や風や場所によって海は全然違うのね。その通り。お前も海に興味が出てきたようだな。サパランは取り消しか？そんなんじゃない。昔聞いた話を思い出しただけよ。六郎め、エレノア以外は働けなどと言いよって、わしもかよわき人間の乙女じゃというに。これは明らかな職業差別じゃよ。魔女裁判を起こして徹底的に戦ってやる。火炙りにされるのはあんただけどね。あれ、エレノはどうかしたの？どういうつもりなんでしょうか。しぐれ様に私が刃を向けた時、六郎が投げた短剣は間違いなく私の頭を狙っていました。あの時は本気で死を覚悟しましたし、あの人の恐ろしい本性を見た気がしたんです。なのにしぐれ様も六郎も普段はあんなで、私にはさっぱり理解できません。武士道というものかもしれんな。武士道？剣士の心得のようなものですか。主君に忠誠を誓い、親を敬い大切にし、弱者を助け、名誉を重んじて生きるという思想だ。つまり六郎は武士道の教えに沿って弱者である私を助けたと。傲慢になったとはいえ、記憶も人格も残っているんだ。武士道精神も消えてないと思うがな。武士道などあやつにあるのかのう。あだなす敵はズバッグシャッビュービュービューン、冷酷無比の必殺剣。それが蘭月の素顔じゃぞ。ベルベットが初めてあやつに会った時もいきなり切りかかってきたと聞いたぞ。それに先の黒金との一件でも棒に刃を向けたばかりじゃん。さっきの言葉に深い意味なんてないでしょ。あいつは切るという業の塊、夜叉なんだから。そこまで悪い人じゃないと思いますけど。怖がってたのはあんたでしょ。
本性の怖さは感じましたけど、でも切るだけでもないと言いますか、その案外人の気持ちには敏感なんじゃないかなと。ほら、剣士は相手の気配を察するじゃないですか。じゃあ六郎は意外と優しいってことで。あ、でも優しいかどうかは微妙というか、私があれこれ言えるほど深く知っているわけでは。もうどっちでもいいわよ。この前、鎖付きの死体が網にかかったんだ。鎖付き囚人か。おっちゃんも？昨日俺んとこの網にも鎖付きで夜勤まで入った、腕がかかったんだよ。ほんと心臓に悪いし、魚も空気しなくなるし、勘弁してほしいよな。まったくで、潮の流れから考えると韓国島からこっちに来てるとは思うが、本当に監獄なのか？おっちゃんも変だと思うかい？実は俺も変だと思ってるんだよ。島全体が監獄なんて言われてるけどさ、本当は処刑場なんじゃないのか？あるいはゴーマの実験場。実験場って何の？ゴーマの凶暴さを調べるための実験だよ。だから囚人を運んで餌にしてるんじゃないのか？悪くない推測ね。なんて、清涼がそんな恐ろしいことをするはずがないか。想像がむちゃくちゃすぎるよ。きっと悪い海賊が暴れてるんだろうな。ま、そんなところだね。あの人、なかなか鋭いね。そういや、前は近づくとやたら注意されたのに、最近は巡視船を見かけないな。確かにそうだな。海賊が出てるんなら取り締まりをきっちりやってくれないと困るよな。ま、しばらくは近づかないように気をつけようぜ。気づいたら隣に海賊やゴーマがいたなんて最悪だしな。そんな悪い奴らが近くにいたらよっぽど気づくとは思うけどね。鋭いのか鈍いのか微妙だね。
か面白い橋だね。この橋には曰くがある。もともとレニードの港はこの入り江にあったんだ。水深は十分すぎるほどあるんだが、見ての通りの狭さだからな。大型船はよほどの技術がなければ接岸できず、主に小型船の風待ち港だった。バンエルティア号は？もちろん自在に入港できた。よほどの技術があるからな。自慢話？まあ聞け。そこでレニードの発展を願う村人たちは力を合わせてこの橋を架け、沖の島に大型船用の外港を作ったんだ。そうか、だから港と村が離れてるんだね。ちなみに資材の調達や架橋には密かに俺たちも手を貸した。やっぱり自慢話じゃない。それで村は豊かになったの？いや、外交ができた直後に清涼が船の航海を規制し始めたせいでな。自由な航海ができればレニードは外洋航海の拠点として発展できたはずなんだが、うまくいかないね。もっとも、そんな状況でも俺たちはボラードを利用して自在に出入りしているがな。サンドは突っ込まないわよ。確か。ジェクソン港で聞いた話なんだけど、ゴーマの大軍が王宮を襲って大司祭様が亡くなられたそうだよ。そんな、王宮って一番警備が厳しいんでしょ。大魔師様たちは何をしていたの？おお、悪事は順調に千里を駆け抜けてあるようじゃな。それは普段は人間の姿をしているのに、正体は人の2倍も3倍もある巨人みたいなゴーマらしいんだ。頭には角が生えてて、目は3つで、その目で睨まれた者は操られてしまうんだってさ。そんな恐ろしいゴーマの群れに襲われたんじゃ、いくら大魔師様でも逃げたとも。特等大魔師様が倒したっていう噂もあるけど、本当のところはわからない。僕たちはいつでも逃げられる準備をしておこう。また以前のように恐ろしい世の中になってしまうのかしら。角に三つ目の巨人とは、お主も随分な言われようじゃの。群れなんだから、あんたもその一人よ。
成果を確認してくれ。探索船バツビオ、繰り返すようだが、そのような事実はない。でも大司祭様はいつまでたってもお仕事にお戻りになってないっていうじゃないですか。本当はゴーマに襲われたんじゃないかって王都から来た人が言ってたんです。隠そうとした真実が漏れ始めたか。王宮の警備は他のどの場所よりも厳重だ。ゴーマが侵入するなどありえない。じゃがゴーマの群れが城に押し寄せたらどうじゃ。王宮を守るタイマシはトップクラスの実力を持つ精鋭部隊だ。ゴーマの群れなどものともしない。でも巨人みたいに大きなゴーマだったらいくら精鋭部隊でも厳しいんじゃないですか。そのようなゴーマが王都に現れたらもっと大騒ぎになっているはずだ。不安な気持ちもわかるが、我々の発表を信じて冷静に考えてほしい。不安であなたたちが混乱状態に陥ればそれこそゴーマに入り込む隙を与えてしまう。それは分かってるんですけど、やっぱり不安で。王都の噂が広まってきてるみたいだね。少しくらい街がざわついてる方がこっちは動きやすくて助かるわ。
いらっしゃい。サレトウマの花が欲しい。珍しいものを欲しがるね。もしかして海賊病かい？ああ、最初のやつが熱を出して3日経つ。早いとこ手当てをしてやりたい。そうか。あいにく切らしちまってるんだ。なぜ品切れになる？今が花の季節だろう。サレトウマの咲くワーグ樹林にゴーマが出てな、清涼が樹林への立ち入りを禁止しちまったんだ。立ち入り禁止？退治していないのですか？よくわからんが、探しても滅多に見つからんらしい。100回に1回出くわすかどうかだとか。それ危険じゃないだろう。だが出会って生きて帰った者はいないんだ。海賊病、薬はない、清涼に妙なゴーマ、いよいよ死神の呪い全開じゃのう。他の町から取り寄せられるかもしれないけど、発熱3日目じゃ間に合うかどうか。ワーグ樹林に行けばサレトーマの花は咲いてるのね。多分な。でもゴーマが。ワーグ樹林へ向かうわよ。